当チャンネルではキャンプ、ツーリング、車やバイクのメンテナンスなど男臭い動画をメインに配信しております。男臭い動画が見たい方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。各種 SNS もありますのでチェックしてみてください。こんにちは、YouTube ボックスのうすけです。今回は北海道ツーリング8日目、グリーンステイ洞爺湖オートキャンプ場からのスタートとなります。天気予報を見たところ、降水確率は 10% ほどでした。しかし、実際に小雨がぱらつき始めているので、念のためにレインジャケットを着て走ることにしました。ツーリングで使用しているレインウェアはこちらです。ワークマンのイナレムシリーズのパンツとグローブを使ってます。ジャケットはこの旅で毎日着ているノースフェイスのジャケットがレインジャケットなので、そちらを用いています。雨が本降りになってしまいました。コンテナボックスの上に置いてある収納袋系は防水ではないので、全てゴミ袋などで包んで防水することにしました。動画にはないですが、局所的な豪雨もあったため、トンネル内の待避所にバイクを止めて作業することができて、とても助かりました。
みません、あのですね、今日バイク1台1人宿泊したいんですけど、いますか？はい。あ、本当ですか？はい。もうなかなか高いですね。もう一回調べてからまた電話しますので。空きはまだあるってことですね。あります。あ、すみません。あ、もしもし、すいません、今日バイクで一人宿泊したいんですけど、大丈夫ですか？うん。あ、そうですね、テントで、はい。動画はまだまだ続きますが、北海道ツーリング8日目の記録はこんな感じです。ああ、みたいですね。なんか撤収すればタダで泊まれます。あ、そうなんですね。そうなんですね。なんか事件です。テントのポールが丸ごと全部どっかに落ちたみたいです。嘘でしょ、やば。今夜どうしよう。マジか、ポールないのはまずいだろ、どう考えても。とりあえず不格好だけどテントは立てれたかな。これでええやろ。空間狭いけど、まあ寝れるんで、これで OK です。マジ最悪や。大雨が降ったり、テントのポールをなくしてしまったり、散々な一日でしたが、本日も無事に寝ることができそうです。次回はついに
北海道内最終日となります。次の動画にもぜひともご期待ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。